二人でおるその空気感を写真で切り取るみたいな。私今いいこと言ったよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。今ハートマークあったよね。ほらほらほら、え、なんかハートマークいっぱいあるんですけど。へー、じゃあちょっとライ君入るよ。ライ君とアリスちゃん、なんでもないです、ほっといてください。なになになに、聞く聞く。恋の季節ね。何も、他何も好きなんです。え？どっちもすればいいでしょうか。え？どっちも、どっちも彼氏おりますが。どうですか。もう少し考えてみます。ええ、ちゃんと考えてね。幽霊なんて信じません。そう。お化けなんてないさっていう歌があるじゃないか。あの歌好きやったよ。ほい、たこ焼きどうぞ。いただきます。あの、昔さ、絵本と、絵本っていうか、まあ、歌詞本とカセットテープが一緒になって売り寄るやつとかよくあったやんか。なんかあれの、私、ケロッピのやつを買っとって、その中に童謡がいっぱい入っとったんやけど、その中の一つが、お化けなんてないさやった。ほい、CD。今もうあんなん売ってないもんね。カセットテープ買ったからなんだよ。再生するもんねえわ。っていう人の方がきっと多いんやろうな。ほい、じゃあ次アリスちゃん入るよ。さあ、誰ですか相手は。実は私、天も黒影も好きなんです。おー、どっちに告白すればいいでしょうか。ケン君と黒影さん、それはケン君じゃないかな。なんせ黒影さんはね、いらっしゃいますから。じゃあ、ロマンチックに。告白する場所はどこがいいでしょうか。場所は、浜辺。その前に着替えた方がいいですかね。うん、服はそのままでいいよ。わかりました。では、勇気を出して告白してきます。よし、行ってらっしゃい。さあ、どうだ。あなたの瞳はこの海より輝いています。付き合ってください。これ普通男の子が女の子に言うセリフよね。ケン君、ちょっと待った。お、なぜ。またねえは来んなし。本当にあなたの好きなのは私です。いや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 、ケン君ちゃんと選んでね。ちゃんと選んでね。ムッとすんな。そんな催促するのいかんって、告白の返事。そういう子は好かれんよ。どっちもごめんなさい。ああ。ちょっと、アリスちゃんの告白を邪魔して、その上二人とも振られるっていうのは。まあまあまあ、ほらほら、そういうこともある。そういうこともあるよ。で、こうやって落ち込み度が増えるけど、アリスちゃんの場合は、あ、待って、再戦とかない？お、リベンジに燃えるね。よし。頑張れ。次こそきっと邪魔は入らないから。いやー、けなげ。アリスちゃん、けなげだわ。お、ちゃんと来てくれたね。さあ、今度こそ。何あげるの、それ何？どうしようもない私だけど、あなたの思う気持ちは誰にも負けません。何渡してるのかは分からんけど、セリフは素敵よ。肉の塊じゃないよね。やっぱりごめんなさい。受けてあげてよ。なんてことだ。落ち込むな、アリスちゃん。やっと諦められた気がします。そっかそっか、すっきりしてよかったよ。ほい、じゃあモカタン入るよ。ほらね、モカタンはてっちゃんとラブラブやけん。こんばんは。こんばんは。てっちゃんと一緒に旅行に、これ旅行まで行くよ。行っておいで。どこに行くの。んーとね、
旅行券。ほい、どうぞ。え、いいんですか？ほいほい。では、楽しんできます。いってらっしゃい。モカタンとてっちゃんの旅行 in スイス。スタート。いいね、いいね。バーゼル駅前。はい、チーズ。おお、モカタンがちょっと勇ましい感じに。ルツェルン。お、ちょっとてっちゃん目つぶったかなって思ったけど、よかったよかった。いいね、空気が綺麗そうよ。めっちゃ遅いよね。あ、すんげー遅いけど、でもいい。てっちゃん後ろ向いとるけど、でも逆にこういう自然体な方が思い出には残る気がするよ。顔をはっきり写すっていうよりはね、なんか二人でおるその空気感を写真で切り取るみたいな。私今いいこと言ったよ。自分で言う。あ、楽しかった。おかえり。よかったよかった。お土産です。ん、なになに？お宝、カウベルをもらいました。ありがとう。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ鏡をどうぞ。道具、鏡をプレゼントしました。お客さん、運試ししてみない？するする。いらっしゃい。ぜひ私の運を。毎度あり。ほい、それじゃあ一つ目の中身は、お宝、ブーブークッションが入っていました。いらねー。二つ目の中身は、お宝、夜間が入っていました。いらねー。3つ目の中身は、おう、服、カーデ、サルエルパンツが入っていました。また来てね。まあ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 、でも持ってんだよなこれ。こんばんは。7時のいいニュースをお伝えします。お願いします。若者の活字離れが進んでいる中、むしろ活字離れね、深刻だわ。ほら最近電子書籍とか増えてきたやんか。パジャマのまんまやしね。電子書籍が増えてきたけん、なんかいろんなとこがね、そのサービスを始めよるやろ。えけん余計ね、本が売れになるみたいなことを、なんかちょっと本屋さんとか出版会社とか危惧してるらしいけども、でも私は漫画とかは電子書籍で読んでしまうんやけど、小説とかね、そういう文字ばっかりのやつとかは、なんかちゃんと買って手元に置いておきたい派。ありがとう。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。バシバシ何かを叩きよるような姿が想像つかんけど、全然使ってくれね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんか来とるね、ハトバ。ちょっと見てみよっか。船が一艘やってきました。見る。仲良し島から船が来ました。輸入品、丸襟のブラウス。お、ニューやん、ニュー、やったね。丸襟のブラウスってなかったっけね。なんかあったような気がしたんやけど、気のせいか。ほい、そして声をかける。お、セシーンくん、こんばんは。楽しい思い出ができました。お、それはよかった。また頑張ってきてね、旅を。ほい、じゃあマンション見てこう。ほい、じゃあゆうなちゃん入るよ。てか思うやけどね、最近、こんばんは。ま、自分もやけど、料理するときにエプロンつける人おらんよね。なんか、テレビとかではあるかもしれんけど。どうしても伝えたいことがあるので、屋上に来てほしい。この手紙を受け取りました。それはぜひぜひ行ってみよう。行った方がいいでしょうか？うん、行った方がいいよ。確かに気になりますもんね。うんうん。まあ行っても大抵モヤモヤして終わるだけなんやけどさ。本人的にはすっきりしとるみたいやけん。さあ何を言われる？さきちゃんじゃね。
ほら。これ、私の祖母の写真です。それを渡されたから一体何なんだ。え？はぁ、確か。そうなんですか。もらってもしょうがないのですが。よねえ。ともかく言ってみてすっきりしました。すっきりしねえわ。何？かわいいおばあちゃんですね。って言えばよかったんかな。ほい、それじゃあ。おー、なんかちょっと、思い詰めているけど、あおちゃん大丈夫？うち、ネムラシック、怒ってます。話聞くよ。ネムと喧嘩しました。ネムちゃん。なるほど。仲直りして。このイライラも沈めてください。美味しいものを食べて、機嫌よくなろう。ってことで、キウイでも。ほい。いただきます。キウイ美味しいよね。私超好きなんやけど、キウイ。おお、これは共感してくれるね、あおちゃん。超美味しいやろ。多分、私以上に感動しとる、これ。私別にキウイ好きやし、大好きやし、美味しいと思うけど飛び立たんもん、宇宙まで。よかったよかった。もうみんな、どれをあげてどういうタイミングで飛び立っていくのかわからんけん、超びっくりするよね。逆に興奮してると思うけど。いってらっしゃい。まあでも間違いなく今、ルンルン気分よね。さあ、ネムちゃん許してあげてね。アオちゃんは今、めっちゃくちゃ気分いいけん。落ち込ませんといてあげて。この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。おー、よかったよかった。絶好調やね、アオちゃん。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ、よかったよかった。お礼にこれをあげます。お、なになに？実用品、モビールをもらいました。ありがとう。そういえば、ゆずの誕生日って、いつだったかな？ゆずちゃん？誕生日、わからんけど、こうやって言い出すってことは、近いってことかな？もうすぐかもしれんね。ほい、それじゃあ、ゆずちゃん誕生日終わらんかったっけ？気のせいかな。ほい、黒影さん入るよ。結局その衣装が気に入ってるのね。久しぶりですね。お久しぶりです。どこに行ってたんですか？どこも行ってないんだ。近所をうろついてたかな。お腹が空きました。お、お腹空いた。それじゃあシューマイでも。あ、シューマイ最後の1個よこれ。ほい、どうぞ。いただきます。どう？お、結構美味しかったようです。お礼にこれもあげます。なになに？実用品、胃腸薬をもらいました。ありがとう。島の住人がもっと増えてほしいって考えています。その方が楽しいでしょ？まあ、多ければ多いほど楽しいんだろうけど、島にはもうこれ以上は住めないんだ。空き地でテントを張ってもらうしかないね。それかちょっとシェアハウスとかね、今時風で。シェアハウスってなんか楽しそうやけど揉めそうやね。まあでも個人個人の部屋はあるけん、そんなに揉めはせんのかな。あれやろ、共用スペースプラス自分の部屋みたいな。ほい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてって。じゃんじゃん、今日は 27,100 円集まりました。はい、ありがとう。そして、夜市。さあ、私の大好きな夜市だ。ぜひぜひ運試しをさせてください。よし。じゃあ中身をチェックしていくよ。一つ目の中身は、服、パーカー、ジャージが入っていました。え、めっちゃいいやん。いいやん、いいやん、今の時期、部屋着で。二つ目の中身は、お宝、四つ葉のクローバーが入っていました。お、幸せになれるね。三つ目の中身は、
お宝、砂時計が入っていました。なるほど。また来てね。最近こういう砂時計のやつでさ、中身が砂じゃなくって、じゃあ砂時計じゃねえかって感じやけど、砂時計じゃなくって、なんか、水で、なんていうの、こう、ポコポコポコって丸い塊みたいなのが、ポロポロ落ちるやつとかあることない？あれなんやろ？水の中で、ああいう固体になる感じのやつ。なんて表現すればいいかわからん。伝わるかな？こんばんは。シジミのニュースをお伝えします。お願いします。今、アジア近代美術館で、ヤノマルガ博展の展覧会が開催されています。お？近代美術、お、すげえ。いいよ、いいよ。綺麗やね。これ絵なの？これ絵？写真じゃなくて？ね、綺麗よね。写ってるよ、中村さん。ありがとう。ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。あー、いいね、いいね。うん、テンション上がりました。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。ほい、それじゃあシルカちゃん入るよ。誰かと電話中やった、ごめんね、邪魔した。どうもです。どうもです。新しいインテリアが欲しいです。お、インテリア変えるか。んーとね、それじゃあどこがいいかな。女の子スタイル、あ、これはあれやね、愛花ちゃんとかが多分あれやった気がする。教室スタイルは学生気分を味わいたい人に。何？宿題を忘れた？廊下に立ってなさい。なるほど。はい。今時あるんかな、廊下に立ってなさいみたいなの。新しいインテリアもありがとうございます。いえいえ。感じの部屋ですね。うわ、めっちゃ懐かしいね。なんか、こういう感じ。ちょっと今すげえテンション上がったけど。見てく。いや、なんか、ああ、いいね。真ん中には机がないわけやけど、まあ、生活空間ってことやね。そう、こういう感じよ。うわ。ね、なんか、中学まではあったんかな。高校からはなかったけど、中学まではなんかこういう、教室の中に先生の席っていうのがあったよね。高校はなかった。なんか、休み時間になったら、職員室に必ず帰って行きよったし、なぜロッカー開きっぱなし。ねえ、いいね。しかもこういうところはすごくテンションが上がるよ。てか、カーテンの色もこんな感じやったけど。なに？それって全国共通なん？違うよね。で、そう、これ。先生の机の真上にテレビが設置されとんよね。校内放送とかあるんで。スピーカー。なんかでかく見えるの、あんな感じやっけ。あー、いいね、いいね。うん。テンション上がりました。大事にして。私は超気に入ったから。すりかたしの頭もタッチすると考えてることが分かっちゃうときがあるかも。ちなみにシリカちゃんは今何をクインク練習中です。できてないよ。見えない。これより前に見えねえ。頭、顔がアップになるだけなんだけど。あれ？なんか違うんかな？タッチする場所が違うか？ほい、エビチリどうぞ。いただきます。あ、ここは学校給食を渡すべきだったか。学校給食持っとったかな、まだ。結構美味しかった。よかった、よかった。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ、道具で、犬レンタル券を、どうぞ。道具、犬レンタル券をプレゼントしました。お礼にこれもあげます。なになに？実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。さあ、夜市。今日は何が入ってるか。いらっしゃい。ぜひぜひ買います。
アイドルが通ってったよ、アイドルが。ほい、一つ目の中身は？お、帽子、ナイトキャップが入っていました。ニュー、色が違うってことかな。前これ、ナミちゃんかぶっとったよね。二つ目の中身は？食べ物、ちらし寿司が入っていました。ちらし寿司。普通の握り寿司の方がいいな。三つ目の中身は？お、帽子、ハートの髪飾りが入っていました。色違いやね。赤。また来てね。ほいほい。お願いします。お、あやかちゃん誕生日、ほいほい、あやかちゃんおめでとう。あきちゃん身長高いねだいぶ高いね。おめでとう、おめでとう、いいね、いいね。うおー、パチ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 。あやかさん、おめでとうございます。おめでたい、おめでたい。大丈夫よ。ちゃんとろうそくは取ってから切り分けるけんね。ありがとう。よし、それじゃあ、なみちゃん入るよ。そろそろ仲直りをしようか。今、頭冷やし中かな。何？まあまあまあ、落ち着こう落ち着こう、仲直りして。ということで、甘いものを、チョコレートやプリンかな。ほい、どうぞ。このプリンめっちゃ色濃いよね。あれかな、なんか卵を多く使ったプリンみたいな。お、結構美味しかった。よかったよかった。なんか最近さ、卵にこだわったプリンとか、卵を多く使ったとか、なんかそういうの多いけど、味違うんかな？なんかよくわからんのよね。味が濃いとか。お、みゆちゃん。許してあげて。おお、よかったよかった。ちょっといつもね、間がドキドキするよ。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ、よかったよかった。レベルアップ。ほい、ということで、道具のサッカーボールを、そして返してもらうのはギターで。ほい。道具、サッカーボールをプレゼントしました。なになに？自重品、大人スプレーをもらいました。ありがとう。はい、それじゃあ、愛ちゃん、お呼び出しします。こんちくは。こんちくは。お、お腹すいた？それじゃあ、たこ焼きでも。ほい、どうぞ。いただきます。今、サークル系にさ、なんか、13個入りの、たこ焼きのパックが売っとってさ、もうなんかパッと見ただけですごい魅力的なんよね。別に普通のたこ焼きなんやけど、あんだけの量があるとなんか超美味しそうに見える。ごめん、超ドアップになったね。サイズには、いろんなものが入っていて、膨らんでます。それは良くないよ。お金が入らなくなるから。うん。ほい。それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとう。私は何を応援されているのかはよくわからないけれど、とりあえず何かしら頑張るよ。ほい。ということで今回もやっていきたいと思います。ほい。じゃあ早速マンション見てこう。モカタン。ほい、入るよ。一瞬怒っとんかと思った。大丈夫やったね。グッモーニング。サキと友達になりたいです。お、サキちゃん、いいねいいね。紹介するよ。どんな話をすれば仲良くなれそうですか？サキちゃん、どうやろ。世間話、いや、面白い話。アドバイスありがとう
ございます。いえいえ、ではちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。きっと仲良くなれるよ。だって面白い話だもの。あれは向かい側の扉が見えとんかな。なんかこう二重に扉がなっとるとかそういうこと？なんかいつもさ、さきちゃんの部屋見よって思うのが、なんかちょっとノルマ表みたいなの貼っとるやんか。あれでなんか一人だけズバ抜けてノルマをこうグッて達成しとる人がおるんよね。お、マジで？大して面白い話じゃなかったんじゃないのかそれ。人前ではカッコつけていないタイプです。あーでもそういうのはわかるよ、何気にね。カッコつけていて、カッコつけ、男じゃないけんカッコつけとは違うかもしれんけど。ほい、じゃあちらし寿司をどうぞ。いただきます。私さ、なんかあの回転寿司とかああいう寿司、握り寿司は好きなんやけど、ちらし寿司好きじゃないんよね。なんでかわからんけど。これもあげます。お、なになに？実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。おお、ここキングと喧嘩しよったん、アイカちゃん。入るよ、ちょっと落ち着いて。いろいろと投げては危険なものがいっぱい投げられているけど。くそ。そうじゃないよ、落ち着け。アイカと喧嘩しました。腹が立ちます。ほらほら、相手は女の子だからね。仲直りして、ちょっと冷静に。さあ、甘いものでも食べようじゃないの。ね、ミルフィーユでも。いただきます。ミルフィーユってなんかね、あの食感とかいいと思うけど、ポロ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 崩れるのがちょっとね。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。お、ちゃんと謝ってきてね。許してもらおう。アイカちゃんずっとプン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 なっとるけん。この間はごめんなさい。許してあげて。どう？こちらこそごめんなさい。おお、よかった。なかなかプンプンが消えんけんさ、ちょっとダメかなって思った一瞬。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。お、なになに？実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。朝一。さあ、今日は？お、キウイやん。いらっしゃい。やったね、キウイ。あおちゃん大好物じゃなかった？なぜ素通りするの？お願いします。巨大な足跡が見つかる。コーンフレークヶ浜。足跡は全長5メートルほどの大きさで、高さは最大で50センチ。でも明らかに犬の足跡なんよね。猫かもしれんけど。てかさ、こういうミーニュースの時ってね、ミーのみんながちょっと普通の人と同じ投資になったりとかするんやけど。何も悪いことしてませんよ。やましいことがあるんだな。見バレしたらちょっといかんみたいな。ありがとう。ほい、それじゃあみんないろんな場所に行っとるね。浜辺。ほう、なんか中村さんは黄昏れてるし、向こうでは二人が。あれは誰？なんかウキウキした感じのはゆうやさんかな。ゆうやさんとゆなちゃんかな。どういう状態だよ。シートぐらい引けばいいのに。ほい、そして喫茶店。お、喫茶店ではゆうきちゃんかな、ティナちゃんか。外をじっと見ながら、これで外をさ、人がなんか通りかかったりとかしたら面白いのに。通りかかったりとかはしないのか。てか外何も見えんかったね。ほい、それじゃあ遊園地。一人だな。誰かと一緒に来ているとかではないの。
い、そして公園。シャボン玉かな？お？違う。一人なんかめっちゃ寝よる。あれ？こっちがゆなちゃん？さっき浜辺にいませんでした、あなた。違う人かな？あ、でも髪の毛何もつけてなかったけん違う人か。ほい、れいかちゃん入るよ。ん？これから今か、ん？これから今から。誰かと遊ぶ？おはようです。ゆかと友達になりたいです。おお、紹介するよ。どんな感じで話したら仲良くなれそうですか？礼儀正しく。まあ、初対面やけんね。ありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。頭からキノコが生えているルカちゃん。かわいいよね。あ、でもなんかああいう髪飾りあったらちょっと個性的でいいね。自分はつけんと思うけど。お！仲良くなれた。やっぱり礼儀って大事ね。うまくいきました。ありがとうございます。親しき中にも礼儀ありっていうぐらいやけんね。おー、よかったよかった。これにこれをあげます。なになに？実用品、万華鏡をもらいました。ありがとう。それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。おお、マジでなんかちょっと自分に近しいものをビビッと感じた。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ほい、それじゃあ早速マンション見てこう。えなっち入るよ。ルカちゃん出ていくんかと思った。全然出ていかんかったね。お久しぶりです。お久しぶりです。さっきマサオさんとこ行ってきたよ。すごく大事なものもなくしてしまいました。マジか。何？マサオさんからもらったプレゼントとか。協力するよ。では見つけたら知らせてくださいね。もちろん、ちゃんと届けに来るよ。占いはいいことだけ信じます。それで全然オッケー。要は気の持ちようだから。今日は一日きっとハッピーって思って過ごしたらハッピーに決まっとんよ。決まっとんよ。ほい、それじゃあミシンで服を作ってもらおうかな。はあ、絶対壊れた。そんな高さから落として。おしゃれに作ってみせましょう。お願いします。普段着に守ってこいだよ。お、普段着、いいねいいね。普段着って外に出るやつ？部屋着じゃないよね。誰でも着れるっていうのは魅力的やね。どんなの、どんなの？毛顔で作った短パン、ランニング。へぇ。いやー、なんか、おっさん感が漂ってるけど、誰でも着れるかな？素敵な服ができました。うん。なんかほら、縁側とかでさ、夏場におじさんがああいう服を着てなんか、ね、スイカかじってそうじゃない？偏見？ほい、それじゃあ、みんな超見よる。あおちゃん入るよ。あおちゃんの部屋のはずなのに全然目立ってないよ。おはようです。喧嘩抜きと友達になりたいです。お、さらに友達を増やすといいね。紹介するよ。話したら仲良くなれそうですか？相手を褒めよう。てかね、一つの部屋に何人までおれるんかな。今結構おったよね。多分、4人おったんかな。やっぱ強烈だな、アップ。さあ、どうだ？まあ、この部屋とこの、ね、外見で言ったら全然親しくなれそうな気はしないけど、まあ、それは私が勝手にしたことだから。いいね、いいね。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。おかげで友達になれました。よかった、よかった。で、このゲームを押し寄るみんなの場所にさ、レンタヌキさんも来たらいいんやけどね。お、実用品 AR カメラをもらいました。ありがとう。チャーリーが困っていたら、真っ先に駆けつけます。かっこいい。そういう友達は大事だね。ほい、それじゃあ、イカサミスパゲッティ、どうぞ。いただきます。ほいほい。
こういうのってさ、食べた後ってどうするん？うがいとかするん？え、じゃないとさ、前に私デートで食べれんって言ったけどさ、出かけ先で食べれんことない絶対。相手が友達だろうが家族だろうがさ、その後どこに出かけてもあの人歯黒くねってことになるし、なんか歯見せて笑った途端にさ、あったくん入るよ。もうサンドバッグにものすごい怒りをぶつけよるけど、ふざけんな、きっとふざけてないよ。まあまあほら落ち着け落ち着け、仲直りして。おいしいもの食べよう、おいしいもの。それじゃあマンゴーでも。どうすか、ほい。あれよね、マンゴーってさ、宮崎の太陽の卵やっけ。気分が落ち着きました。あれがなんか有名やったよね。お、いってらっしゃい。なんか東国原さんが、なんか PR しよったよね。東国原元知事か。今違うよね。お、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ、よかったよかった。お礼にこれもあげます。なになに。実用品万華鏡をもらいました。ありがとう。ほい、それじゃあライ君入るよ。あれ、さっきまでゲームしよったのに帰ってきた。おはようございます。おはようございます。何か塩辛いものが食べたいです。塩辛いもの。さっきポテチがあった気がした。ポテチポテチ。ポテ、あ、でもプレッツェル、プレッツェル。これはパンチのある塩味がおつまみに最適。これしょっぱいんじゃない。しょっぱい、塩辛いんじゃない。どうよ。え、マジか、マジで塩辛いものでもダメだった。合ってないってことかな。超苦手。それとも塩辛くてもそれは無理でしょってこと。次になりました。いいニュースをお伝えします。お願いします。映像コンペグランプリ決定。へえ、すごいね、結構な応募作品や。黒板消しと懐中時計。マジか、黒板消しと懐中時計のラブストーリー、個性的すぎるだろ。本当に新しい時代だよ。人が出てこないんだもん。出るかもしれんけどさ。奇跡。まあ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 、どうぞどうぞ。みんないろんなものに応募したりとかいろいろしようやね。ほい、それじゃあ女子会に潜入。私アイドルになる。みんなマジで。芸能人と会えるね。お、いいねいいね。ライチちゃんとミュウちゃん。そこでシーンとするな。鍵盤ハーモニカが可愛い。わからぬ。私にはわからないよ、その感覚。お、そういう話題いいねいいね。そう、マジか、チャーリーさんか。こないだ、マンデリアンならたこ焼き器の話ばっかりしてたよ。たこ焼き器、たこ焼き好きなんかな。自分で焼きよるってこと、家で。メニュー食べね。でも確かにたこ焼き器は家にあるし、家でしようと思ったらするかな。うん。ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またね。そんな狭い空間であられちゃん走りってぶつかるよ。